メデューサはアメリカ海軍の工作艦。艦名のメデューサは本来に立写神話の怪物の名であるが、本艦の艦名は先代のモニターメデューサの名を受け継いだものである。メデューサはアメリカ海軍において当初から工作艦として建造された初めての艦であった。メデューサは1916年度及び1918年度海軍計画に、 元き1920年1月2日に、ワシントン州ブレマートンのピュージェット、サウンド海軍交渉で、寄港、1923年4月16日に、バーンズ・ポー夫人の手で浸水し、1924年9月18日に、初代艦長、RT メナー大佐の指揮の下で収益した。メデューサは、交渉の援助なしに、独力で、 水上艦艇の大規模修理を完遂する能力を持つ初めての艦隊型工作艦であった。メデューサの収益以前にもアメリカ海軍は工作艦を保有してはいたものの、そのいずれもが他の用途の艦からの改造によるものだった。第一次世界大戦においてアメリカ海軍がその規模を拡大するにつれて改造艦ではアメリカ海軍の要求を満たすには、 不十分であるという認識が持たれるようになった。アメリカ合衆国海軍省はメデューサを少なくとも旧短艦からの改造であるベスタルト同等以上の能力を持つ艦として設計した。メデューサは戦艦部隊の母艦として運用されることが主要な任務と考えられたためアメリカ海軍が保有する最新のド級戦艦に追犯できる速力と航続距離が与えられた。 メデューサに与えられた当初の故障は工作艦第1号であったが1920年7月17日にアメリカ海軍が海軍艦艇にアルファベットと数字を組み合わせた新たな看板号を導入したことを受けてメデューサにも AR-1 の看板号が与えられた収益間もない頃のメデューサの艦内工場1924年 メデューサは1924年の収益当時、世界的に見ても非常に先進的な工作艦であった。メデューサは炭野作業、ボイラー修理、大工作業、銅加工、電気設備作業、鋳造作業、配管作業、塗金作業、板金加工、溶接作業、工学、機械装備品修理といった作業をすべて行うことができる能力を持ち、館内工場には、 旋盤、ボール盤、フライス盤、縦作盤、先行機械、工学修理機械、電気紙調整用、コイル巻き戦機などの各種工作機械が据えられていた。さらに、メデューサは、艦隊の要求に応えて、映射設備、大型洗濯設備、製パン設備、そして大型冷蔵設備も備えていた。また、 戦艦や巡洋艦の艦載水蒸気の修理も担えるように第二観測飛行隊から派遣された士官2名、下士官、兵20名も上艦していた。メデューサは収益後、太平洋艦隊に配備された。メデューサはカリフォルニア州サンペドロを母校として基地部隊の第二練習戦隊に配備され、第二次世界大戦までサンペドロを拠点とした任務についていた。 メデューサは1925年に自身の持つ艦隊への整備、支援能力を初めて披露する機会を得た。1925年7月1日にメデューサは戦闘艦隊と共にハワイのホノルルを出港、太平洋を横断してオーストラリアとニュージーランドへ向かい、9月26日に艦隊と共にサンペドロへ帰港した。1920年代後半、 メデューサは修理以外に輸送任務にも使用されるようになる。1927年5月11日、メデューサはアメリカ海兵隊第4海兵観測飛行隊の士官7名、歌士官、兵78名とボーイングを2バイトから16機をニカラグアへ輸送した。1928年7月には補給艦ブリッジと共同で再度ニカラグアへ海兵隊の輸送に従事している。 メデューサは第二次世界大戦勃発後も1941年8月半ばまでサンペドロを拠点に艦隊の支援活動を続けた後ハワイの真珠湾へ移った。そしてメデューサはそこで1941年12月7日の真珠湾攻撃に遭遇することになった。真珠湾攻撃に遭遇したメデューサと炎上する水上規模艦カーティス。 1941年12月7日撮影。攻撃が始まった時、メデューサの艦長は上陸中であったため、修理士官のジョン・ F ・ P ・ミラー少佐が代わって指揮を取った。メデューサは校内で発見した公表敵に対して砲撃を行い、駆逐艦、モナハンがその公表敵に接近して撃沈した。 攻撃に対する対空戦闘で、メデューサの機銃手は2機の99式、艦上爆撃機の撃墜を主張した。攻撃が去った後、メデューサは工作艦としての本軍である修理任務を始めた。損傷した水上規模艦、カーティスの排水作業を実施し、さらに格座した戦艦ネバダへ、機銃弾を、スコフィールドバラックスのアメリカ陸軍部隊へ承銃を、 補給のためメデューサを訪れる各艦の艦載艇へ食料、飲料、燃料をそれぞれ供給した。メデューサはまた、転覆した標的艦ユタの艦内に取り残された乗員の救助活動も支援している。1942年3月1日、基地部隊は太平洋艦隊支援部隊に改編された。メデューサも支援部隊の一員として、真珠湾で、 復旧作業に従事していた。1942年4月4日、メデューサは戦闘海域へ進出することになった。メデューサは1943年4月20日に共同統治領ニューヘブリティーズのエハテジマポートハバンナへ到着し、4月24日から駆逐艦母艦、リゲルの仮艦取り付け作業に従事している。後方から見たメデューサ。 1944年3月27日、エハテ島を出たメデューサは、各地で短期間の活動を続ける。最初は、ニューギニアへ向かい、ミルン湾ンとブナハクチで第7艦隊所属艦艇への修理活動を行う。ついでメデューサは、ガダルカナル島へ移動し、5月15日の到着後は、第3艦隊の艦艇を修理。6月1日、メデューサは、 オーストラリアのシドニーへ移動して、5月に自らが、ブナーサセで、座礁事故を起こした際によった損傷を修理した。修理完了後は引き続きマヌス島とアドミラルティ諸島で、活動した。11月10日に、マヌス島で旧兵艦マウントフットが大爆発事故を、起こしコッパミジンとなった後、メデューサは、爆発に巻き込まれ大きな損害を出した、来年機関修理艦ミンダナオに対して、 修理と医療品の提供を行った。1945年1月半ば、マヌス島を出たメデューサは、フィリピンのサンペドロ湾域の船団に加わるために、ホーランディアへ向かう。メデューサは、マヌス島へ戻る7月6日まで、ルソン島や、その他の日本軍占領下の島々、そして沖縄への侵攻に従事する艦艇を支援し続けた。 1945年8月15日に日本が降伏を表明した後、8月終わりにメデューサはマニラへ移動した。そこでメデューサはアメリカ本土に帰還するため出港する11月14日まで第7支援戦隊と共に活動する。1945年12月8日、メデューサは予備役艦隊サンディエゴグループの艦艇の不活性化に、 かかる任務のためターミナルアイランドへ出向いた。任務完了後、今度はメデューサ自身の不活性化処理が始まることになった。1946年5月23日、メデューサは修理にかかる費用が経済的に見合わないと報告された。1946年6月にメデューサは海軍官邸名簿からの除籍と廃棄が勧告された。 修理級難関ケーブルによるメデューサの艦隊をサンディエゴから栄光する試みは失敗したが、同系艦カーブ、USS カーブ、ア r ス2 1による栄光は成功し、1946年10月2日にブレマートンに到着した。メデューサは1946年11月18日に退役し、最終的に廃棄されるため、アメリカ海軍海事委員会に移管された。 メデューサの軍艦機は、最後に、メデューサから退艦した人物であり、また、真珠湾攻撃時にもメデューサにいた、ウィラード・イアダムス少佐に送られた。メデューサは1947年6月10日に、海軍艦艇名簿から除籍された。メデューサの艦隊は装備品の取り外しが行われた。後に、オレゴン州ポートランドのゼーデルシップレッキング、カンパニーにスクラップとして売却され、 1951年に解体を完了した。メデューサは第二次世界大戦の功績で一個の従軍聖賞を受賞したほか、以下の勲章を与えられた。ありがとうございます。